にゃにゃーん、どうもこんにちは、しゅんちびちゅんのしゅんです。今回も全力でゲームオーバーを目指すをやっていきたいと思います。パート2ですね。前回ステージ1クリアして、今度ステージ2なんですけど、なんか攻略キャラが出ます。東の洞窟、町、船、北の洞窟が出ます。まず東の洞窟ですね。右側ですね。じゃあ右側行きましょう。あ、ここですね。入った。入りました。おー、なんだか自分の、とか、だからちょっと、体力減らして頑張るんですかね。あれ出口やったのか。ここは上行かんとダメ。何これ。わからんな、これも、まあ、ビクサー。とか、ダメージ、なんかダメージ与えたらあかん。なんだ、落とし穴入る。入れないか。どうすんや、これは何、ああ、お、ピッケル発見。ピッケルか。ピッケルでなんか壊せる？あ、犬や。あ、戦うんか。なに、こうだね、なんか、こんな犬じゃなかったでしょ、もうさ、前。前はやって。いや、デコピンにしよう、デコピン。倒してしまうんだよね。やばいな、ちょっとやってもったかな。ゲームオーバーやさなあかんからね。なんかアイテムで、あれなんか、アイテム。鉱山。あれ、ピッケル、あ、書いてる。お、燃料なら最後に利用できる。燃料欲しときあれな、ダメージ2。また犬いますね。ただ、今の自分体力じゃ、絶対倒してしまうので。お、何？お、封印の石、ここに眠る。まず、使ったらいいんじゃん。使えないか。これ何？入念な。でも、なんか入念な捜索書いてるけど、噴水のようだ。ただの道路だ。ダメージ5、魔法の杖。魔法の杖が出てもうた。待って、魔法の杖入手しましたよ。これは何だろう？違うか。魔法の杖入手したけど。なんか使えるんかな？で、難しいですね。あ、高いもん買いますね。封印の石、なんかどっか、なんか誰か眠るかじゃない。ほう。眠るって書いてる。ほら、封印の石。危険な存在、封印できる石。危険な存在、でも、眠るってこっち？これに使う？あ、使えない。あ、使えないな。わからんけど、まあ、とりあえず一回出てみようかな。次、町へ行ってくださいと。はい。町へ行きます。燃えてますね。ここ入ったらダメージでしょ。あれ違う。この人は？ま、物が攻めてきた。倒してしまいました。なんか燃えてるね。あれ、この中入れないのか。でもなんか燃えてからダメージいけるんじゃないんかと思うんやけどな。違うんやね。燃えてるよ。入れないな。なんかするんやな、たぶん。ああ、出てもうた。違うんだって、頑張るとか。入れないか。ここはなんか使うんかな。戦う一回。この人は？ヒー！うわぁ！うわぁ！戦うね。一回戦ってもドラゴンが好き。戦う。デコピンで。当たってしまう。あかんなぁ。墓なってるやん。戦ったよ。高山さん、しかし、このままで、下の毒が危険です。魔物のありがとうございます。船。ネクスト、船ですね。あ、下の洞窟行ってください。で、ここは何？あ、何？もう一個あるやん。ね、この部分の下に、調理のところは、そこで完成しない。2ダメージ。ね、爆弾。あ、ごめんなさい。すいません。出禁です。あ、壊してもうたからや。ごめんなさい。あ、入った。北の洞窟か。ここか、北の洞窟って。あれ？出られへんやん。あれ、出れた。
どうやってゲームを真似すんだ。うわぁ、犬ばっかや。いや、ボス戦ってこれ倒してしまうよ。こっち来たらどう。攻撃力強いからな。攻撃力をなんとかして下げんとダメですよね。まあ、とりあえず今回はちょっと試しやからね。まあ、一応一応ボス戦まで行ってもいいんやと思うんですよね。パート2やからね。いけるね。倒しちゃったもんね。さっき進んだ。この辺もアジェンダいいです。はい。買っちゃうんですけど、洞窟では死んでたついてたが、まさか生きていたとは。この洞窟を沸かせることで、世界の闇に包まれるのだ。吸わせない。おわーお、魔王カムが出現。デコピンだ。おーと、お、嘘、ダメージ、なんで受けてよ。魔法の杖。いや。ああ、倒してもうた。もう、に。よし、戻したわよ。ああ、もう、あかん、残念。戻っちゃった。ええー、どうすんだ。イベント、目は閉めない。イベント、この人、よく、爆弾を作った時だったら、北西の洞窟で、燃料取ってきなさい、燃料。でも、ストーリーは関係ないって書いてあるもんね。ストーリーに関係ないで書いてるけど、ちょっとやろうかな、一回。ほら、なんか直接関係しないわ。あ、ピッケルが必要だよ、ピッケル。ない。ピッケルか。踏んで、なんか、なんや、踏んでその爆弾を自分の、なんかあれにするとか、なんか自分の体につけて爆発しましょうって感じ。違うのかなぁ。ピッケルどっかにありましたよね。っていうか、ここでできることもあると思うんだよね。ピッケル発見。踏んでゴン箱で、ね、ドーンでダメージでしょ。ピッケル使えないんだよね、他に。使い場所あったんで、魔法の杖がほどく。んで、爆弾を作ってもらうから、あれ、爆弾作ってもらいたいので、行くでしょ。で、ピッケル使う。カン。よし。燃料ゲット。燃料ゲットして、おー、ありがとう、爆弾。お、鬼って何？鬼ってね、これ使って強そうだよね。これで、なんか、味方モードともすべてを爆発ですと、お、あ、これ待って、待って。これ、いけるんちゃうか。いけるんちゃうかなぁ。あれ、これ倒した後なってる。よくやった、ここは地中の村だ。東へ行くと爆弾を爆発するって意思。あれなんか、慣れさっちなんかこんなんじゃなかったよ。駅のとこで来たい。あー、爆発の可能性があると。危険の、お、いいやん。いいやんか、その盗賊。この人かな。西の村には爆弾、てか、私の警察を奪ってくださいよって。奪ってください。ダメージ。この人かな。お、スウェーティアギー今複数回使います。3回目以降、ワイって顔で顔を当てしまう。と。なんか、わかんないですね。下の洞窟爆発の可能性あるって、素早さが上がると。あ、そうなの、嘘。壊しちゃったよ。あ、もしかしてまだ来て、あ、そうか。で、東の山のイベント。東の山ってどこ？ほんで、ここで、なんか、敵を倒しとったりしとったら、なんか、時間が進んでいくんかな、もしかして。で、コピン入れて倒しました。やった、わーい。で、ほんで、これで、あ、まだ大丈夫やね。じゃあ、今回のパートはここまでにしようかなと思います。ちょっとね、
あんまり進んでなかったんですけど、まあ、次回のパートこそは、まあ、キャンプのゲームオーバーになるように頑張りたいと思いますけどね。チャンネル登録と、ツイッターなどよろしくお願いします。ツイキャス配信やって、配信、グラム配信やってますので、そちらの方もお願いします。公式 LINE もありますので、URL から友達追加よろしくお願いします。ファンクラブ、ファンクもありますので、URL から見てもらえると嬉しいです。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。